友達テレビご覧の皆様こんにちは「武田邦彦です、えー、日本人を語る」もですねまあ言ってみれば第2章の最後ぐらいにかかってきたっていう感じなんですが、えーまあ、平安の時代のですね日本が諸外国と違って文化香る国であった教育と文化を中心として、まあ、日本初期と万葉集を中心としてまあ国を作るこんな国もですね世界にはないわけですね。世界はととにかく武力さえあればいいと まあ支配打さえできればいいという国とですね、それからあのもう地方の、えー、普通の台所仕事している女性もですね、それから辺境を守る先祖も,も一緒に国家の歌集に歌を並べるといったですね、まあまに見る文化的国家を作ってきたということですね。まあその後、えー、保元保元の乱あたりからですね、えー、まあ武家社会にもなっていくんですか。 まあ私なんかは単に表面はですね、えー、方言の乱とか壇の浦とかですね関ヶ原ってのありますが、まあ、その中にですね、えー、文化を色濃く含めながら進んできたこれはヨーロッパ中国中東なんかのまあ戦争同じ戦争でもですね随分中身は違っているというふうに思っております。えー、まあ今日はそのお話をですね少しさせてあの先生にしていただくんですが。 もちろんここで図表とか絵とか使うんですがちょっと私著作権についてちょっとだけお話ししときますが実は著作権というのはですね資本主義と一緒にできたものであって、まあ、18世紀ですねもともと人間の喋ったものとか書いたものとかそういうのは著作権はな権利はないんですよ。権利はないので著作権は最初15年それからさらに25年それが50年に増えたのはさらに20世紀に入って ウォルトディズニーはですね商売のために50年に延ばしただけでイエス・キリストがどう言われたお釈迦様がどう言われたレオナルド・ダ・ヴィンチがどういう絵を描いたなんていうのはですねこれは人類共通の財産であるというのがですね人間間長い間の概念でしたその点で日本のような文化を持つところはですね著作権は本当は不要なんです。私は著作権不要論で えー、自分の著作物なんかにも全然著作権つけておりませんが。えー、まあ、あの出版社が勝手につけるやつは別なんですけども、私自身はつけておりません。えー、まあ、あの、ずっと先生のお話を聞いてきましたけども、えー。何でも金だと。金さえくれれば芸術作品を書くなんていう芸術作品はですね。もともとくだらないもんなんですよ。えー、最近はですね、しん、なんとか新 シンガーなんとかなんとかっつってですねなんか作曲も作詞も歌も全部自分の権利でもう金持ってそうするとどういうことになるかって言ったらどうせですね麻薬ななんんかかかにに引っかかってです、ね、ダメになるんですすねるよ文化というのはそういうものでありまして本来人類共通の財産これは入り合い権と同じって言われるんですね森の入り合い権と同じである。 人類共通の財産をケチな金に換算するというようなこれイギリスでできたんですけど18世紀にね著作権全然もう著作権は早くなくした方がいいんですよ少なくとも日本はですね著作日本には著作権いらないんですなんでかって言ったら書いいた人を尊重すするるという文化があるんですよ偉いと言って認める文化があるその人も何か書いたから俺に金をよこすなんてそんなケチな文化は持ってませんまあこれはくだらないことなんで。 ちょっとすぐやめますけどもまあそういうことで日本の文化というものを考えて日常的な生活にも臨んでほしいと思いますが、えー、まああの話を早くやるために先生にですね鎌倉時代の武家から話をはじあこれは鎌倉時代じゃなくて平安だな平,、ね、平安ですね始まったろうですから平安ですけど、まあ、そこら辺から話を始めていただきたいと思いまますすよよろろししししくくおお願願いいいたします。 まああのー、まさにその教育文化というものがねこう日本の柱を成してきたで著作権みたいなものを言わないでも誰が言ったっていうでも誰が言ったってことは大切にされる尊重,尊重される、はい、でもそれをあえて「官様は偉いと」と、はい、だけど良官様が金持ちにならなくてもいいと、うん、こういう考えですね。でためには 基本的にみんなが豊かで安心して安全に食っていくことができるという,ああう米がななきゃゃ、はい、だけじゃいかんと結局どんなにの師匠御経があったとしてもはい、はい、どんなに能楽器があったとしても、うん、食えない社会の中であっては人を殺してでも食べなくちゃいけない、うん、というそういう文化にどうしてもなってしまうしからあの会話をする場合でもとにかく。 一歩でもいいから人の上に立たないと、えー、もう下になった瞬間に全てが奪われてしまうと思えば日常の会話でも「ハリソンいリソンハリソンいうソンハリソンハリソンハリソなハリソンハなソンハリ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 ソンいリソンハリいンハリソンいリソンハリソンハリいンハはソンハリがンハリソンハリいンハリソンハリソはハリソンハリソンハリソンハリいンハリソンハリソンハ 平安時代の末期になりますけども全九年の駅がありましてこの時に東北地方で安倍のこれ党ごめんなさい安倍の佐田党これ党これ党が親父で佐田党がしゃれなんですがこれが反乱を起こすんですね。でこの討伐に向かったのが源義家でこれがなんと弓の弓が非常に強くてですね一夜でピュッと弓を入ると。 鎧をよ三枚パパパっとこう持ちと持ちつくというまあ様子が強いものででまあ八幡大菩薩の覚悟を受けているということで八幡太郎義経っていうまあ有名なね名前がついてるでこの今あの各国にある八幡様ってこれですよね神社神社多分そうですよ八幡太郎義経を祀ってるんですか多分そう思いますけどね間違いかもしれない。 あ間違ったら次の時に訂正しますから <laughs> <laughs> はい <laughs> えーまあ、八幡神のこともねまた語り出すとこうあな,となる <laughs> なんですけどあ、はい、まあとりあえずこのね八幡太郎義家の話をしていきますけどもある日ですね、えー、八幡太郎義家が敵の,大,の,の、まあ、た大将のせがれであります安倍沙汰を見つけるんですね。ってている姿を見つけて、うん 追うわけで「すよで待て待たれ!」って言って思、うん、うんですけどもあの八幡太郎義家はもう指の名士ですから、はい、とにかく距離を取って早いところに逃げなければやっぱり危ないわけですか、ね、らちゃう、うん、でそこで一生懸命になって逃げていくでその時に八幡太郎義家があの歌をう読んで後ろから声かけるんですね。 これがあの和歌の下の句で「はあ、衣の盾はほこらびにけりー」と<ー>こ,こうやるわけですあそその歌がその時の歌ですねはい、はあ、でこれをそ,それを受けて佐田が上の句いくと、うん、はいこれはあの馬を返しましたね小沢、はあ、してねで年をへし糸の目乱れの苦しさにとこうるなるほどなるほどであのこれで「ははーいやー大した男だと」とそれでいって「逃げるのをやめると」やめる あのー、これはですね本当に佐田党の方が年年上上だったか年は上でししょうね少しね少今のあやつ見るとまあ佐田党は一応ちょっと年取っちゃったからこれのまま逃げられないから見逃してよっていう感じにも聞こえるけどあのーまあ、じゃまあ若干上のぐらいで、ね、年代的にはやっぱり<あ>似たようなもんと、ね、で八幡太郎義家はまあ夢がこう上手ですから、えー、こうピタッと狙いをつけてるです、ねえー で、えー、止まれ止まれ、えーえー、止まらんのかこれもの立てはほころびにて、うん、まあこう続くわけなんですけども、うん、あの八幡太郎が狙いを定めたっていうことはもうお前はもう死んでるってことなんですよねあなるほどなるほどなるほど,なるほど <laughs> あのなるどこううここうピッと話した瞬間にうう有名な漫画がありましたねお前はもう死んでる <laughs> なんかね北斗の嘩あ嘩 <laughs> なるほど <laughs> でその時にその パッと馬を止めてこう馬を返して、うん、年をへし糸の乱れの苦しさにどこを返した、うん、こ,これで「ははいやあいつはすげえやだ」とに馬」って意味を下ろしたって言うんですけどもこれ何を言ってるかというともう衣着ている着物ものその、えー、もうほころびて、うん、もうボロボロになってるよと、うん、つまりお前はもう死んでるよと言って狙いをつけて、えー、声をかけたつもりだったものが。はいはいはい 年をへし糸の乱れの苦しさにって返されると、はいはい、これ逆に読んでみるとわかるんですけれども、はい、年をへし糸の乱れの苦しさに衣の盾は滅びに行けるう、ね、こう繋がってくるて、えー、そうするとその長く続いた律令制度が乱れてきてほうほうその苦しさのために衣の盾は滅びたんだと こういううい歌ななってしまうんですねなるほどそうすると初めに狙いをつけた八幡太郎義家は,はあ、はあ、朝廷の側にいて、はあ、律令体制を守る側であるにもかかわらず、はあ、と思ってたら自分はそ,その自分が、うん、これもだって,ておころびに来る律令体制はもうほころんでるよ、はあ、という歌を読んでしまったことになるわけですお、なるほど。それで「やられた見事なもんだ」と言って指を下ろしたっていう。おー今のは史実ですかね そこまではかりませたそういう物語が残ってるということでなるほど素晴らしいですねそういうことをまさに素晴らしいというふうに感じてくれたのが日本の歴史だということなんですよねなるほど実際にそういうことがあったのかどうかはそれはやっぱりその当時あこの絵はその時の状態を変いたもんね年上やし営みだれの苦しさにこれは実用性の悪いから貧しいこれは律令制度が悪いから。 俺はこうやって反乱してるのに、はい、お前は天皇のあの代わりにかつて天皇に命じられてトーに来たような顔してるけど、よくわかってるのかと。そういうこと。<laughs> <laughs> 素晴らしいね。ちょっと僕も全然ダメだな。これ。こ,ここでその武士っていうのはもともとあの。はい えー、平安時代における神殿の開墾百姓なんですね。あの混田永年資材が生まれて、で新しく開拓した田んぼはもう自分のものにしていいよと。はいはい、言われたもんだからみんな一生懸命になって。と田、はいはいはい、兵ですね。はい、言ってみりゃね。で新しい田んぼを開拓する。で、えー、でところがあの田んぼっていうのはどうしても田運用する関係で、あの利水権。 いつ水を引くかっていうこの権利の調整がものすご難しいあの上流の方がいやうちは今年は田植え遅くていいやってやってると下流そこで下流の方に水が来ないから困っちゃうんですよね必ず異なる村との間で水の調整が必要になってくるんですけども未遂のためにこうなんか村の長とかそうそそうういうのもいたんでしょうね 貴族が持ってる荘園であれば、はい、ちゃんと貴族がそこはもう仲介して面倒見てくれるわけですところがその自分で開墾した、はい、私電の場合は貴族のところに「あのすいませんもうあの水を流してくれなくて困ってるんですよ」<ー>っても言うと「マロの田んぼではおじゃらぬ」<laughs> <laughs> ってやられるから」あの。もし話をしてもらいたいのならその私電は マロの田ん、ねれね、<laughs> そうするとだって俺の田んぼなんだからっていう話になっちゃうじゃないですか。あ<ー>でこれ、まあ、そうなると、まあ、もう結局武力で自分たちで武装して、ね、うもう守るしかないと。でところがね武装をしてでお互いにこう最後はもう腕でこい力でこいっていうことをやってるとけが人が出るわけですよ。<ー> ままたた怪我したのでいいいけどもうん、うん、殺されちゃだっていう,こういう悲劇も起こるわけですよね。うん、でじゃあそういうその、えー、武力を行使する前に何と,かだ何とか話をつける方法はないかじゃあちょっと偉い人に出張ってもらって、うん、家柄のいいちゃんとした人に仲裁をしてもらおうと、はい、その仲裁してくれる人っていうのは天皇の直系のお血筋であったらなおいいよっていうことで。 漢、えー、武平氏といいましてあの平安京を開いた漢武天皇の、はい、直接の末裔となる人が平氏の棟梁となりで、えー、源氏の方は清和源氏で、えー、清和天皇の末裔の人が棟梁となり、えーえー、最終的には争いが起こったらこの棟梁の統領のところで全部仲裁してもらう、えー だって貴族なならい貴族の持ってる荘園は荘園,荘園で話がつく、はい、お寺さんが持ってるような田んぼもやっぱりお寺の荘園で話がつく、はい、が俺たちの自然はもう棟梁に言うしかないとこの棟梁のも下でちゃんと水も分けてもらえるという形になってるからいざ,いざ戦いになったら、うん、あじゃあそこについてかなくちゃいけないよねっていう話になってくる。でもそうやって多くのお役所さんたち 神殿の神殿の開墾百姓を世話する側にいるっていうことは教養がなければ世話のできる武士にならないわけですよだからただ弓が強いとかはい、はい、俺の鎧かちょいいぜっていうことだけではこれはみんながついてきてくれないのでやっぱり非常に教養の高い存在になっているんですねだから武士がそのまあチャイナとかコリアなんかと違って非常に今日本の武士っていうのはあの。 非常に教養の高い存在になっている、はいね、っていうのはまさにここなんですよね今で言ったら裁判官司法試験突破して裁判官になれるような人でなければ部門の棟梁にはならなかった今の裁判官は大したことないですよね <laughs> <laughs> 変な制度になっちゃったか、はい、<laughs> こういう大人のやり取りが。なるほど さすがだねとやっぱり源氏の僧侶となるような人は違うよね。ということでこの歌非常にまあ後年後談でも語られてまあ多くの日本人が「へえ!」っていうふうなことになったんですが最近のねあの大学の先生が書いた解釈ちょっと違うんですよね。あの八幡太郎義英が逃げていく丸くなって逃げていくアベのサルトを見て「お前あのもう。 怖くてそんな全力で出走してると着物のダンスがもうバタバタしてるぞと「おいみっともねえぞ」と言って声かけたとそうしたところ振り返って「しょうがねえじゃないかこれ古着なんだから」ってこだからまあ歌の解釈ですからまあ誰がどのように解釈するのもそれは自由ですけどねちょっと日本人としてもったいないような気がしますね。 えー、まあこうしてまあ現実と平家が生まれていく。律令制度の時には、はい、新しい田んぼ私田を作る制度はなかった。全部障遠だった。あのもと律令制度っていうのはす、はい、すべては青みだから。青みだからね。っていうのが、はい、あの最初の概念なんですね。ただあのその後まあ仏教のお寺さんがうん、うん、あまあ民間の間に広がっていく過程、はい、において、まあお寺さんもやっぱり。 あのお坊さんたち食べたくなし人いけませんからお寺さんとしての荘園が欲しいお寺さんとしての田んぼが欲しいでお寺さんのいわゆる自社料と言われる,る、うん、そういうまあ荘園が出来上がってくる、はいはい、貴族は貴族で自分たちの荘園を作っていく、はいでまあ、一方あの朝廷の側としてもあのお米の生産高を全国,、はい、全国的にもっと生産高を上げたいで生産高を上げて食料の備蓄を増やしたい。特にああの災害があっ ありますと災害のたんびにオクラ米を放出するじゃないですかオクラ空っぽになっちゃうんですよね。はいはい、そうするとやっぱりこうできるだけ、えー、たくさんの収量を上げることによって常にオクラどんなに援助してもオクラにはいっぱいのお米があるという状態にしていきたい,はい、はい、でそのためにはやっぱり新しく田んぼを開墾すべきだという話になってくる、うんうん、でそこで豪族たちに命じて田んぼを作れと言うと。 いやうち別に困ってねえし、うんまあ、豪族たちは経済的に余裕がありますから別に困ってねえし何度はあのち朝廷はまた田,田んぼを余分に作らせてもっと年貢よこせと言ってるのかと、うん、もっと税払えと言うのかと、うん、いやどうやって節税しようかと思ってるところよねうん、うん、もっと税をよこせとは何事だって何、うんまあ、様のそれなんだってやられてしまうから、うん、これじゃあ国全体として収量が上がらない。じゃあ 一般の民衆に自分の田んぼにして構わないからだから田んぼ作りなさいと、うん、これやったらどうだと、うん、いやそしたらだって年後の収入上がってこないでしょといやそうじゃないと、うん、あの一定の田んぼを開いたらその,その中の田んぼの一部を寄付してもらえれば、ねうん、そ,うそうすれば残りの田んぼは税金免除してあげるよとこれやるわけです。はいはい でそ,うするそれはやりまだから田んぼ3枚作って1枚寄付すれば残りの2枚では全部自分たちの収入になるわけだから、えー、でこっちはほっとかえいいわけですからそれであの国全体のお米の収量を上げるまた人口も増えていきますので、うん、それによってあの、ま、国もよ,より栄えてくるという状態を築いていくわけですね。ではい、ただその時に今ちょっとご質問はですね、はい、あるシステムを新しく始めることによって。はい それがやがて朝廷も倒すっていうか非常に権限が変わってっていうふうになっていくつまり国の「しらす」と主役がそうですけど、えー、天皇陛下もそうなんですが、えー、その,国,の国に争いがなくやっていくシステム システムの作り間違いってことになるんですか、ね、作り間違いにはならなかったんですこれは武,士と武士国家ができるっていうのはね普通だったらそうじゃなくて、はい、普通はこういう説明がありますよね荘、はいえー、園とかそういうのを守るために貴族が、えー、武士を雇うとその武士がだんだん貴族を上回って仏家社会になったっていう説明をよ,よく受けるんですけどです、ねはい、あのー、いわゆる警備員のような形でねなっていった人たちもいたただ あのまあ、いわゆる暴力団のような形でその辺り一帯を占めて揉め事があったらわしらが解決してやるぜと文句あったらこれ腕の声いっていう連中もいたそういうものがいろいろ繰り返される中で最終的に源氏の一派平家の一派というような形に世の中全体が修練されていったというそうすると日本の文化の中、はい、日本の社会日本の文化の中で武家の出現は仕方がなかったんですかね え仕方がなかったと言えると思います<ー>、はい、日本の文化を今までお聞きした感じでは教育とか文化とかそういうもので社会構成をしていくっていうわけですからそれと武家社会の出現っていうのは相反しますよねあ相反しましたね、えー、で相反したんですがただ、うん、あの武家の側も、うん、その まあ相反する新興勢力であるがゆえに、はい、やっぱり世間にちゃんと認めてもらいたい、はい、え従来からある律令体制の律令体制貴族たちにしっかりと認め,認めてもらいたいという気持ちを持っている、うん、だから自分たちも勉強する、うん、で勉強することによってやっぱりきちんとした存在として自分たちを認めてもらおうと思う、うん、でそれだけではなくて、うん、最終的にこの源氏と平家っていうものが朝廷の禁門の番をするようになるんですね。はいはいはい あのー、もともと、実はあの朝廷のこあ、まあ、あの皇居ですね、皇居の門番の。はいはい、の役割っていうのは、これはも、あのもともと朝廷が人を雇って門番させていたわけではなくて。はいはい、あのー、毎、毎日のように、全国から朝廷のもとに、え、変わりますに来ると。来るんです。今でもありますよね、皇居勤労奉仕で。で、今の皇居勤労奉仕っていうのは、男性も女性も、単にお掃除するだけなんですが。はいはいはい あの昔は女性はお掃除した、うん、男性の生きのいいのは皇居の門番の役割を授かったそうするとその天子様の皇居の門番の役割を任せてもらえたこれがだからこれもあの、えーま、あの当時のことを書いて歌なんかもあるんですけれどもとにかく一晩中かがり火絶やさないはいははい。 で、えー、日中、日中はまあ、かがる日は消えますけれども。はい、もう昼間姿勢を崩さない。で、雨が降っても、何が降っても微動だにしない。そういう文化がもともとあるんですね。うん、で、これを皇居勤労奉仕にやってくる一般のおっちゃん、おばちゃんたちではなくて。じゃ、あ源氏平家がもう組織的にこれをやっていきましょうと。とただし、経費は全部源氏持ち、全額平家持ちです。あの、皇居、これはもう大昔からの伝統で、もともと自分のお金で。 旅費を払ってやってきた人が自分のお金で弁当を食いながら門番やってるわけですからそれを同じことを源氏がやる平家がやるってことになればやっぱり費用は全部自分たち持ち持僕はなんか見た絵では昔平家が天皇陛下を稽古して六原かなんかに逃げていった時ありますよね。はいはい、あれもやっぱり必ず平家の護衛がついて天皇が移動する。はいはい、いやねねねちょっとねご質問のね筋は、ね まあこれで今回終わっちゃうかもしれないと思って心配してるんですが律令制度っていうのは非常に素晴らしかったさっき聞いててあ律令制度ってすごい素晴らしかったなと思ったわけですよ。それがへなんか変なた他の田んぼの管理を通じて、えー、武家政治になったと。はい、で明治になってそれが変なきっかけで民主主義になったと。ね <laughs> そうすると日本の大きな歴史としては律令制度から律令制度が一番良かったのにそれがちょっと下手なシステムを作ったおかげでつまり田んぼの管理という下手なシステムを作ったもんで武家社会になっちゃってそれで殺す殺さないで決まるようになってそれが明治になって西洋の野蛮文化を入れて民主主義になってちゃんと今のように衰退してると。 だからその田んぼのね田んぼの管理というとこから始まって道は間違ったなとつまり僕の一番最初の先生に対する質問はそれだったんですけど田んぼの管理のシステムの間違いが現在の民主主義の閉塞状態を生じたのかなと思ったわけです。 必然的にね。と、はい、いうのはその民主主義というのは僕に言わせればですよで仕方ないから今民主主義なんだけどそれはまあ両ヨーロッパから持ってきたからそれ自体は本当は昔の水古天皇持統天皇であれば、えー、武家政治の次には日本初日本の文化に基づいた社会制度 政治制度ができきるべだだったんだけどそのしらすじゃなくて牛屋文化の中でのところが民主主義というのはしらす文化の中の民主主義が来ちゃったからだから議員が威張ってたり1%の人間が50%の富を持ったり中国みたいに中国共産党が他の人を支配したりというしらす文化の中での。 ち牛文化のねそういうふうにね、はい、逆転した、はい、つまり囲いの中のものが外を出てきたそれはん田んぼのこの吉家の時のお話だったかと思ったわけですよ。さ そこは若干違ってまして、まし、えー、これは僕の説明不足だったと思うんですけど実はあの平安時代、えー、奈良時代ぐらいからですね日本の人口が急激に増えるんですねまあその予兆というのは一番最初にこうその傾向が生まれたのが実は第16代の仁徳天皇の時代なんですなるほど 任徳天皇の時代にあの大阪から堺にかけての広大な土地を開拓しましてはい、はい、先生が昔取られた土木工事やあって、はい、田んぼ増やした、ね、そうですこれによってあの当時は食べ物の持ってる量、うん、イコール富ですから、うん、日本はものすごく豊かな国になったわけですね、うんうん、それこそ不宗の国と言われるぐらいすごく豊かな国になって。うんうん でその噂を聞きつけて、はい、五の国の国王が日本にわざわざ長貢に来るっていうぐらいの状態にまでなってくるんですでだから日本は東南ア,ジア東南アジアにおける超大国これはあの五の国は三国志の五の国ですね超大国に成長してくるんですね、うん、ところがその日本がこう成長してくると、うん、やっぱりあの、まあ、出来のいい人、うん、こう知識人とかはい、はい、そういう人たちも日本にやってくる。はいはい それだけではなくて、はい、あのや役に立たないやつとかろくなもん <laughs> からやつもまもなくついてくると <laughs> <laughs> いうことが起こるわけです。これによって日本国内でこう人口が急激に増加してくる、うん、増加した。で増加することによってやっぱりこう日本人だけの社会では考えられなかったような悲惨な殺人事件みたいなものが頻繁に起こるようになってくるでそういう人が人を殺すという文化がこうは <laughs> 入ってくることによってなんとついにはご皇族の中でまで殺し合いが起こるようになってくる。<laughs> <laughs> これはまずいなということになりまして幽霊天皇の時代にもう悪いやつを片っ端から切り殺すというまあ強引にですねこれをやってなんとか日本国内の,あの平和を維持しようとすることができるようになってくるんですがただそれあの日本が平和になりますとまた外国から人がやってくる,る結果何が起こったかというと実はこれなんですけどねあの新戦生じ録と言います平安時代の初めにですね、はい 機内の千二百の豪族の、あの家計をずっと先祖に遡って調べていった。っていう、そういう本なんですが。これがあの、当時の豪族を3つに分類してるんです。公別親別、倍。なるほど。はい。で、倍が増えてくる。はい、倍っていうのは外国人。はい。これが当時は大体三分の一いたわけですね。<ー>でお。そうか。はい。ちょうど三分の一ずつ。<ー>つまり、外国人が人口の三分の一を占めになってくると。そうすると。 彼らにも飯を食わせなはいか、はい、初めのうちは備蓄米で何とかなったとしていった鎖国だったんですね鎖国解決策はす,するしかないぐらいの状態にはなるはです飛鳥時代ぐらいから鎖しとけやがあったと、はい、したら皇族と親別しかないから、はい、だけど万位が来たのでどうしても殺さなきゃあんない殺すとなるとつまり維持秩序を維持するとなると万族にいくら言ってもしょうがないから、はい、殺すと。 殺すしかない。でも殺すという文化を日本は持ち合わせていない、はい、これでだけど護衛の意味で武士ができたという部分もあります。そしてその武士が江戸時代まで頑張って、はい、だけどその江戸時代の死の交渉なんていうのは日本風にその万有の代わりに教養の武士っていうのがあったけど明治になって今度は西洋が入ってきたから今度はまた。 文化がだたらしてると武士の崩壊でしょうね武士層がいなくなることによって、うん、一般の庶民層だけの国になってしまったてい,、はい、いうことが現在における大きなであそうですねだけども、はい、武士層はもちろん日本の文化を引き継いだ武士層だったから、はい、ヨーロッパとか中国と違って平民を殺すなんてことなかったけど。はい えー、そうだからだから特に、まあ、先生にちょっと今度またやってもらうと思うけど「はい、首脳交渉」とかそういうまあちゃんとしたっていうかな権力を持った人が金を持たないとかそういう文化的な背景は持ってたけどやっぱりそうかいやいやそうかって僕は一人で納得しちゃいけないんですが <laughs> 今日は八幡太郎義家の話を聞いてね、はいはい、いやいややっぱり日本は。 他の管理っていうかまあ武士の存在は先生が今言われたように他の管理だけじゃないえ外国から人間が来る、ね、そうすると今でもそうですが10万人あたりの殺人数っつったら日本が一番低いんですがそういうその野蛮な国からに日本の10倍100倍ぐらいの殺人をする国から人がやってくるどうしても武士がいる。 そういう側面もあるってことこ、ね、ま,また同時にたくさんの人たちがやってくる人口の3分の1が外国人になってくるとその人たちを食べさせなくちゃいけないのでいそのためにはやっぱり神殿の開墾が必要になってくるなるほど、はい、でそれが神殿の開墾が父として進まないと、うん、国内で飢えるという問題が起こってしまう、うん、で国内で飢えると余計人が人を殺す、はい、ようになってくるんですねこれを防ぐためにはそれはまあ飢えてくると。 そ,のそれこそそ大陸の文化と同じにな,っなっちゃう、うん、それを防ぐためにはもうあの律令制度から外れて神殿,神殿は自分のものにしていいからどんどん田んぼ作んなさいとういうことを奨励するしかなくなってきたそうかで外国との取引を一切鎖国してやめてしまうということもこれも実は限界があってで日本が攻撃していたのは半島やチャイナだけではないんですね。うん あの東南アジアジのの諸国あいますから、ねはい、一番大きかったのがあの、まあ、当時渤海があったんですが北の方から来たとそうですじゃあ樺太の,の方から来たと樺太よりももうちょっと南側になりますが朝鮮から来たかな近代で言ったら満州にあたることで、ね、満州ですねそこにかつて渤海という大国があ,った、はい、牧ありましたね、えー、で実はあの渤海の大きな港が あ今のウラジオストックなんですけど,もどこれがですね東京流言府という名前だったほうほう東京流言府その東京今の東京を意味してるんじゃなくて、はい、なんか彼らの今日から見て東だってことそう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 あなるほど、はい 東京それ今のウラジオストッでこからイカダみたいな流して日本に来たとイカダじゃなくて日本海は日本列島沿いに対馬海流がずっと北上していってでフトぐらいのところまで行きますとリマン海流っていう寒流がこの大陸沿いにずっと流れてますからだから日本海なんかぐる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 潮が回ってるわけですそれに乗ってくるとはいなるほどそうか実はウラジオストックまでやってきていたのが アラビア商人なんです。なるほど。アラビア商人、で、アラビアっていうのは、あの、砂漠の国なので。落雷があると、ガラスができるわけです。はい。はい。これを使って、ガラス製品持ってくるわけです。なるほど。日本は砂漠がないから。なるほど。ガラス製品ないんです。なるほど。ガラスがものすごく珍しいわけです。なるほど。その珍しいガラスを。アラビア商人がウラジオストクまで持ってくる。はい。日本は。皮をザルで、すくってるだけで。はい。金色の粒々がいくらでも取れる。金はいくらでもあげますよ。金と。 ガラスをいとそうするとアラビア商人はウラジオストックまで人生一回やってくるだけで一生一生で暮らせるだけの店がえる日本人はどうかというとそこらに起こってる金色のつぶしを持ってくとガラスの製品と交換してくれる当時のガラス製品は今でも焦燥院で保管されてるほどめちゃめちゃ高価なものだったんで日本は金っていうのは火山があるとできますからね。 雷砂漠があると雷ができてガラスができ火山があると金が地下から出てくるので、はい、えそれで食えるという2つを交換してたそ<う>まあだけど々とあの秋田の方とかそっちの方はいろんな人種があってあの秋田美人なんかができるんですが、はいはい、まああ,のあそこは結構往復はできたかもしれないですね。非常にに往復していたと言えますね,ね特にあのー 秋田美人といわれる人、あの中東の美人ってほとんど顔立ちが、ね、似てる。うんはい、でも、ま、まあ多少血が混じった可能性は十分にあるなというのは言えると思います。あの、あのいや今日はね、実はあの先生に謝んなきゃいけないけど、<laughs> 僕は変なこと考えちゃったもんですから。予定の全然内容ができなかったんですけど。僕はね、前からね、えー、っと、どこで狂ったかなと。はい、日本の古代と現代。 武士、まあ、も悪くないんですよ日本のはあの別に鎌倉時代もあの室町も結構いいんですよねそれからまあ、えー、長崎の出島で鎖国もしたんで結構良かったとでまあ民主主義はもちろんグレッツ野蛮文化だからいいとしてなんとなく分かんなくてですね歴史の大きな流れっていうのをまあちょっと理解できないところがあったんですが。 なんで今日本は民主主義なんだろうかおかしいなぁとか思ってたんだけどいや少し考える糸口を先生からいただいたっていう感じですね。この短い間でではとてもままだ処理できませんが狂、うん、ったのは中東商人ウラジオストクに来たウラジオ商人あの中東商人ではなくて、はいえー、チャイナ交易、うん、コリア交易で、うんえー、大きく狂っていく。 まあ、どこの国のどの民族とまでは言いませんけれども、うんえー、人を食べるという習慣があるわけですよねはらへら特に食に関する禁忌がない世界唯一の国でもあるわけですからお腹が空いたと思えば人を平気で食べるはい、はい、で,で日本人は基本的に武器持ってない、はい、であのちなみにあの世界で一番おいしい肉が日本人の肉だそうですねこれ和牛と一緒で <laughs> なるほど脂ののりが一番人い <laughs> なるです なるほど <laughs> だから食べられちゃうんですよね日本人の社会の方では考えられないじゃないですか、はい、だいたい肉を食うという文化がそもそも,そもない、はいね、肉を食べなくても魚いっぱい取れるわけだからそんな必要がない、はい、それがなんか隣の奥さんが食べられちゃったらしいでそういうものをこれを何とかしていかないといけないっていうものからいろんなものがこう歪みになってくる狂ってくる。ほうほう とということがありあ<ー>それをそういうものとの戦い、うん、そういうものそ彼らにちゃんとおまま食えるようにしてあげかつ平和を保つそのためにはやっぱり武力も必要だよ武装した集団が必要だよというものが生まれてきて、うんうん、っていうものがか絡んでくるしかもその人口がですね、うん、桁違いってまああのいや大変な話も途中で大変に失礼ですが <laughs> もう時間もなくなってですね、はい この後はまたあの先生に来ていただきましてね話を続けたいと思いますが皆さんも武家社会っていうのは普通に起こったんだとか現在の民主主義は当たり前なんだなとかまさかあの野蛮なヨーロッパの民主主義がいいと思ってる人いないと思うんですけどまあそういうこともこういう歴史をの話をお聞きになっていながらねいろいろよくお考えいただければまた面白く歴史を見ることができると思います。 今日は大変に私がちょっと、変なことを考えちゃった。途中で話が、八幡太郎よしだけで終わったんですけど。まあ、こういう会もあっていいと、まあ、行くって、お許しいただきたいと思います。どうも、今日は先生わざわざお越しいただいて、大変にありがとうございました。ありがとうございました。<laughs> どうも。